皆さんこんにちは、ドリスケです。本日も、上カノの続きをやっていきたいと思います。まあ、早速やっていきましょう。木曜日の朝、今日は1限目は何も授業も入ってない。俺はゆっくりと身支度を整えながら昨日の晩のことを思い返していた。ギャルから一方的に連絡先を押し付けられた。あんたの彼女、気をつけた方がいい。あの意味深なセリフ、一体何なんだ？どういうつもりか知らないけど、あのセリフが頭から離れなかった。このままモヤモヤするくらいなら、ギャルにライムでメッセージを送ってみるか。はいはい、送ってみましょう。そしたらギャルちゃんに。彼女に気をつけろってどういうこと？あ、そういえば名乗ってなかったな。まあ彼女で俺ってわかるだろ。さあ既読はついた。ただ返信、お、あんたか。今日時間ある？私がバイトしてる居酒屋までおいで。夜の10時。おいでって、子供かよ俺は。どうやらライムで話を済ます気はないらしい。わかった。さあじゃあ出発しないとね。10時とかだ、まだ時間はいっぱいある。さあ彼女から逆に。ん？彼女か、なんだろう。俺くん、私今日サークル休むからみんなに伝えて。どう返信しよう。うん、まあわかったっていいんじゃない、とりあえずこれは。さあ、わかった。とりあえず無難な選択しすぎたか、でも。わかった。助かるよ。ありがとう。ま、ついでだし、頼まれてやるか。そう、自分にも今ちょっと負い目があるからね。うまいことできない自分もいる。さあ、パーセンテージ上がった。あ、それとね。忙しくって、今日は一緒にお昼の食べるの難しい。ということは、今日は会えないみたいだな。さてと、とりあえず学校に行こう。探したくなるね、これ。彼女のこと。夜まで飛ぶってことはないだろ、さすがに。さあ、あ、講義の場面か。はい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 、はい。夕方、一日の講義を終え、これからの予定を思う。ギャルとの待ち合わせ。居酒屋に行けばいいんだっけ？ああ、その前にサークルに行って、彼女が休むって伝えとくんだったな。お、誰かがいる、先に。あ、向かいから彼女が歩いてきた。あっちも俺に気づいたようだ。さあ、え、何の担任これ。すれ違い、呼び止める。え、呼び止めようよ、普通に声かけよう。よう、どうしたんだよ今日は、みたいな感じね。自然体、自然体。さあ、 OK。 今講義終わり？うん。じゃあお疲れ俺くん。いや、早っ。え、それだけ？彼女が再び歩き出す。俺はまず腕を掴んでいた。どうしたの俺くん。いや、俺自身、自分が取った行動に戸惑ってすぐに掴んだ腕を離した。そう、私急いでるんだけど。待てよ、一つ疑問がある。どうして彼女はサークル島から歩いてきた。忙しいか俺にサークル休むって伝言を頼んだんじゃなかったのか。彼女の行動がわからない。さあ、まあ、サークルと行こう。誰がいるのか、それが重要。さあ、誰がいる、サークル島には。 OK。 どうして彼女はサークル島から歩いてきたか、少し気になるな。どの道サークルには行くんだ。何かわかるかもしれないし、無理に聞き出す必要もない。俺くん、私族から。またね。あ、ああ、俺は少し急いでサークルに向かった。さあ、誰がいる、誰がいるか。あの時の先輩だとしたら、ちょっと疑わしさは濃厚になってくね。誰がいる。サークル室の扉を開けてすぐ先生とぶつかりそうになった。先生。あ、すみません。おや、今から活動かな。先生がサークルに顔を出すなんて珍しいですね。この先生は一応顧問だが、ほとんどサークルに顔を出すことはない。ああ、新しい備品を入れに来たところだよ。たまには協力しないとね。そうですか。先生、さっき誰か来ませんでしたか。いや、彼女くんなら見ていないよ。それじゃあ私は失礼するよ。怪しい。すぐに彼女くんならと言ってきた。めちゃめちゃ怪しい。怪しすぎる。気になったのはどっち。先生が言ったこと。先生の発言ですね。さあ、さあ、OK？ 彼女を見ていないという発言はおかしい。なぜなら俺は
そうですか、先生。さっき誰か来ませんでしたか？いや、彼女くんなら見ていないよ。それじゃあ、私は失礼するよ。はい。俺は彼女が来ませんでしたか？とは一言も聞いていない。うんうん。先生はきっと嘘をついている。怪しいぞ、先生。備品が気になる。まずサークル室を調べよう。まだ彼女にアタックをね、するタイミングではない。決して。まだ情報がゼロだから。証拠がゼロだから。彼女はきっとここに来たはずだ。サークル内を少し調べてみるか。ん？ゴミ箱にゴミが残っている。何これ、ティッシュ？やだね。いつも彼女が率先してゴミを片付けてくれているけれど、珍しい。さあ。お、写真。鳥の写真。なんだこれは。さすがに衝撃を受けた。これは、俺と彼女がサークルに入りたての頃撮った写真だと。はあ。まだただの友達だった彼女と、慣れない一眼レフの扱い方を二人で試行錯誤して、初めてうまく撮れたのがこれで、二人で喜び合ったっけ。他の人には何ということもない普通の写真だけど、俺たちにとっては思い出の写真の一つだ。ふんふん。それが、なんでこんなところに捨ててあるんだ。思い出写真を入手しました。あー、これ何かに使えそうだね。机の上に置いてあるプリントに何か混ざっている。2015年ダイアリー。彼女のスケジュール帳だ。置き忘れなんてそっかしいやつだな。10月22日、17時から駅前のところに書いてる。思わず壁の時計を見上げる。今日か。あと30分ほどで17時を迎える。彼女はこのためにサークルを休んだに違いない。スケジュール書を手に入れました。彼女がサークル室に寄った理由はわからないけれど、写真が捨てられていたのは事実だ。どういうことか問い詰める必要がありそうだな。お、動いた。主人公動きました。さあ次のシーン準備中。いや気になる。次のシーンは激アツすぎる。さあ間に合うか。まず17時。よし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 。彼女の後ろ姿見た。まずまだ行くのよ、まだ行くのよ。駅前に着くと彼女の姿を見つけた。オレ君、どうしてここにいるの。お、さあ、お前サークル室に行ってたよな。お前さ、廊下で会った時サークルの方から来てたよな。そうだね。どうしてサークル堂に行ってたんだ。サークル休むって俺に伝言頼んだんだから、わざわざ行く必要ないだろう。確かにサークルに行ったよ。できれば自分で休みますって言うべきだと思ったの。俺くんに耐えるのも良くないなと思って。でもね、講義が終わったばっかりで、まだ誰も来てなかった。ずっと待ってるわけにもいかないし、俺くんに頼んでおいて正解だったよ。嘘だな。はい、サークル室には先生がいた。誰も来てなかった。それはおかしいな。何が。サークル室で俺、先生に会ったんだよ。ああ、そうそう、そうだった。私ね、先生に授業の質問してたんだよ。忘れてた。それも嘘だろ。先生はお前に会ってないと言っていた。お、アタックターンクリア。はい、余裕ですね。先生に授業の質問してた。間違いないな。うん。おかしいな。先生、お前に会ってないそうだけど。え、あれどういうことだろう。あはは。お前は確実にサークル室に来ていた。それなら考えられる答えは一つ。先生が嘘をついている。それはこの写真と何か関係があるんじゃないのか。さあ思い出の写真を渡しますと。それ。ああ、サークルのゴミ箱で見つけた。ひどいよ。え？うわー、嘘。誰なの？大事な写真。こんなにボロボロにして。演技派か？いやいや、それ持ってるの俺とお前しかいないんだから。そりゃあ、俺くんが捨てたの。ひどい。さっきから私をいじめて。ごまかされんなよ。いやいやいや、違うから。お前が捨てたんじゃないのか。捨てるわけないじゃん。彼女は俺から写真を奪い取ると大事そうに抱きしめた。探してたの。なくしちゃって。探してたの。でも見つかってよかった。
だから何って話だけどね。泣き続ける彼女に俺はすっかりとがめる気がそがれてしまった。なんて言わよ、ほらほら、まだまだあら残ってる、残りまくりだろ、こら。もう泣くな。え、また撮ればいいじゃん。え、また記念の写真撮ってくれるの。そんなもんこれからいくらだって撮ればいいだろ。へへ、俺くん、たまにはかっこいいこと言うんだね。いいから、ほら、なんか予定あったんだろ。もういいから行けよ。うん、俺くん好きだよ写真、今度は大事にするからね。あ、じゃあな。今度はって何？とりあえず今大事にしなかったんだろ結局。写真あいつが捨てたんじゃなかったのか。よかった、池までやってきたし、今日はなんだかこのまま帰りたい気分だ。そういえば何か忘れてるような気が。まあいっか、嘘でしょ。サークルには後で電話を入れればいいか。10時からのやつ忘れてないよね。お、これ もしかしてエンドルード入っちゃった。嘘でしょ嘘でしょ。何これ、10時の居酒屋覚えてる。さあ、駅の中に入ったもののギリギリのところで電車を逃してしまい、しばらく時間を持て余した俺はジュースを買ってベンチで休憩していた。彼女、あんな最初の頃に撮った写真を大事に持ってくれてるなんて、ほんと俺のこと好きなんだな。俺だったらあそこまで涙を流せない。さあ帰るか。俺は缶やった空き缶をゴミかごへと捨てに行った。わあ、地獄のような光景。ゴミ箱の中にチリチリになった紙切れを見つけた。おいおい、股間飲み物を捨てるところだぞ。まったく誰かを買うにはきっとろくなやつじゃない。あ、電車が来た、急がないと。俺は手に持った紙切れを勢いでポケットにねじ込み、ホームへと向かった。チリチリの紙くずを手に入れました。つらすぎ、つらすぎ。くだエンド、やっぱエンドルート入っちゃった。これどうすればよかったんだろう。ハッピーエンド、涙もろい彼女。あー、はい、まあちょっと今日はね、このハッピーエンドハテナというところで終わりにしたいと思います。まあ明らかちょっとね、こう涙に騙された感があるので、ちょっと次回はリベンジしていきたいなと思います。はい、それでは本日はご視聴ありがとうございました。また次回もよければご視聴ください。それではありがとうございました。